はい、ナマステ。このビデオはですね、国際交流基金ニューデリー日本文化センターの、日本語教師育成コースで、訪日労働者の労働問題を防ぐことのできる教師を目指して、というコースの、第7回目のですね、授業の前に見てほしい、ビデオになります。ここではですね、もう皆さんすでに、テキストでね、つまりテキストで教材作ってますよね。その AI を使ってね、チャット GPT とか Google ジェミニを使って教材ができていると思いますから、それを音声にする方法についてご紹介したいと思います。ですね、まずその、こっちじゃなくてこっちか。一番いいのはもちろんね、日本人のそのプロの先生に、そのテキストを読んでもらって、教材を音声の教材を作るのがいいんですが、それが無理な場合は、こういう、まあこれもその、そのコンピューターを使ってね、無料でそういう音声教材を作ることができます。ここはですね、 ttsmp3.com というものです。この TTS っていうのは Text to Speech ですね。なのでこれとっても覚えやすい名前だと思いますね。 ttsmp3.com です。で、まあテキストトゥスピーチを、それで MP3 のファイルを作るという意味ですね。はい。で、でもここ、イングリッシュって書いてありますよね。日本語の、教材を作りたいときはですね、ここのところを、ですね、ジャパニーズにすればいいわけですね、もちろんね。で、ここにジャパニーズで、たくみとみずきって2つのキャラクターがいます。で、これはどちらでもいいです。たくみが男性で、みずきが女性っぽい感じですね。はい。で、今、ここを巧みにしてみました。で、だけど皆さんのその教材の中には2人の人が会話をするね、そういうパターンが多いと思います。なので、この1人の声よりは2人の声を使うといいです。で、その時はどうすればいいかってね、ここに書いてありますけど、まあ、こういうふうにね、こんなふうに。ちょっとこれをコピーしました、今ね。で、これをここにペーストして、で、ここに匠と水木っていうふうにするといいですね。はい。で、ここを匠にします。ちょっと待って。匠。で、ここ水木。水木。で、ここも。匠。ああ、間違えちゃった。水木でね、この、ここの間に半角スペースね、このスペースがあるのがとても大切です。これがないと、MP3 を作ることができません。はい。で、まあ、ここで、何か日本語でね、書いておくといいわけですね。間違っちゃった。はい、こんにちは。で、こちらも、こんにちは。それで、間違っちゃった。はい。ちょっと相談したいんですけど、いいですか？で、もちろんいいですよぐらいしておきましょうか。はい。まあ、この辺までね、この辺ぐらいまでやっておきましょう。で、これはですね、無料で使えますが、実はですね、1日に、使える量が確かね、3000文字ぐらいだったと思います。3000文字ぐらい。なので、あんまり長いものをたくさん、やると、今日の、無料分は終わりましたというふうに言われてしまいます。はい。なので、ちょっとここをですね、じゃあ、これもダウンロードしてもいいんですけど、リードでもいいですね。今皆さん聞こえると思いますから、ちょっとやってみましょう。もうちょっと声を大きくしてからね。こんにちは。こんにちは。ちょっと相談したいんですけど、いいですか？もちろんいいですよ。どうしました？
はい、今聞こえたと思いますが、まあ、こんな感じでね、少しちょっと機械っぽいんですけど、やっぱりしん、あの、人間の自然な声とはちょっと違いますが、でもまあ、2人の人が、会話しているのには、というのはよくわかりますし、日本語としては、というか日本語の、教材ね、日本語の、日本語を教えるために使う、音声のファイルとしては、まあ、そんなに悪くないと思います。私もですね、こういうものを使って、ヒンディー語とか他の、言語をね、勉強しています。はい、で、これで問題ないと思ったら、これでダウンロードアズ MP3 を押すと、まあ、こういうふうにね、まあ、ちょっと今これ私のあれで見えないけど、まあ、こんなふうにダウンロードすることができましたというふうに出てきますね。はい、で、だけどね、これがね、やっぱりちょっとあんまり人間っぽくないから、好きじゃないという人は、一つ、声フォントっていうのがあります。ちょっと待ってね、声フォント。はい、これが声フォントっていう、同じようなサービスですが、もうちょっとレベルの高いものを作りたい人はこちらがおすすめです。はい、だけどこちらはね、少し難しいです。さっきのこの、TTS MP3 はとても簡単だし、アカウントも必要ありませんから、すぐに、使うことができるんですけどね。はい、ちょっと電話がかかってきたので 困っちゃうな、待って。はい、失礼しました。ちょっと配達の人が来てたみたいですね。はい、この TTS MP3 は、アカウントを作らなくてもいいし、とても簡単です。で、こちらの声フォントの方は、もっと高いレベルのものが作れます。すごく自然で人間みたいに聞こえますね。なんですが、ここはアカウントを作る必要があります。だけど、まあ、お金を払うと、さらに、いろいろすごいことができますが、お金を払わなくてもできます。今、私はお金を払っていませんが、ですね、まあ、こういうふうに無料で利用可能な声っていうのがたくさんあるんですね。はい、ちょっとね、いくつか聞いてみましょう。昨夜未明、探査機を乗せたロケットが打ち上がり、予定通り小惑星に向かうための軌道に乗りました。はい、まあ、こんな感じで、これはですね、実際にいる、高橋さんというアナウンサーですね。はい、アナウンサーの、声を使って、それが、まあ、コンピューターがね、日本語を喋らせている、そういうものです。はい、で、こちらは逆に、こういう人はいない、人はいない、こういう名前の人はいなくて、音声合成キャラクター、キャラクターです、キャラクター。実際にこういう人はいませんが、それでも、喋ってもらうことができます。こんな感あじのです道のね。向こう側に大きな建物があるでしょ。昔はあそこに鹿鳴館があったんだよ。はい、まあ、こんな感じで、とっても自然ですね。まあね、ちょっとなんか疲れてるように聞こえるんですけど、でもそれ以外はもう普通に、人間の声と全然区別がつきません。まあ、こういう感じで、で、ここにフリーってありますね。このフリーのやつは、お金を払わなくても使える声です。それでね、もう一つこれが素晴らしいのは、例えばですね、これ今実際に私が作ってみたものですけど、これをですね、一つ一つのアクセントを、例えばこれ、いらっしゃいませっていうふうになっていますけど、いらっしゃいませというふうにね、下と上のアクセントを一つ一つ決めることができます。なので、もしですね、声が不自然だと思ったら、ここで直すことができるわけですね。はい、まあ、こんなふうに、音声、教材ね、音声の教材を作るのは、今では、実際の、日本語のネイティブの先生とかにお願いしなくても、このコンピューターでもできるようになっています。もう一回言いますが、コンピューターがあんまり得意じゃない、で、簡単に作りたい、でも、ちょっと少しコンピューターっぽい声になってしまう、それでもいいっていう人は、この TTS-MP3 で、ちょっと難しくて、
少しコンピューターに慣れている人で、でかつそのもうあのアカウントもここに作ってもいいし、それから、あの一つ一つのアクセントの設定とかも変えて高いレベルの、音声教材を作りたい、そういう人はこの、ですね、声フォントね、声フォントに挑戦してみるといいんじゃないかと思います。はい、じゃあ私の、動画はここまでになりますね。フィルムレンゲー。